回のタイトルはクォンツアナリストのPlanB氏ビットコイン価格$532,000が視野にです。ぜひ最後までお付き合いください。クォンツアナリストのPlanB氏は180万人のツイッターフォロワーにストック等フロー S2F ビットコインモデルは現在の$27,316の価格から 1847% 以上高騰すると予測していると語っています。S2F は従来、金や銀などのコモディティに適用されてきました。これは資産が希少になるにつれて価格が上昇するという考えに基づいて資産のパフォーマンスを予測するものです。私の1月12日の予想は S2F のモデルと一致しています。1、$32,000は S2F の標準偏差バンド。$60,000は S2F のモデル値で、半減期直前、紺色の BTC は S2F のモデル値に達しているようです。3、$1,000,000は2024年の半減期後の S2F モデル値である$532,000前後の$100,000から$1,000,000の範囲の底です。PlanB氏はまた、ビットコインが2021年に$100,000に達すると予測していたことで、その正確さを疑問視する批判者がおり、彼らに対してストックトゥフローモデルを擁護しました。S2F モデルが間違っている、無効である、壊れているということは、2012年、2016年、2020年の半減期、赤い矢印後の BTC の価格上昇が、偶然、ランダム、半減期とは無関係であるということになります。可能性はありますが、私はそうは思いません。私の意見では、$21,000,000のキャップ、供給スケジュール、4年間の半減サイクルは BTC 価格の基本です。半減期はおそらく S2F モデル値$60,000、紺色で BTC は半減期後、赤色、2012年、2016年、2020年の半減期と同様に上昇すると考えています。PlanB氏によると、彼のモデルは2019年に作成して以来、市場動向を判断する上で、ほぼ正確であることが証明されています。私にとって S2F モデルは2019年3月に作成した時に期待通りに機能しており、BTC 小なり$4,000、利益を上げました。$100,000にこだわりすぎた人もいると思います。そして S2F やモデル全般について多くの誤解があります。また、彼は最近、$15,500が BTC 価格の底だとも言っています。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。